それでですね、まあポンちゃんの出禁なんですけど、ちょっとですね、本日あってはならないことがあったんで、まあちょっとこの場を借りてお詫びをさせてください。ポンちゃんの代わりに僕はお詫びします。本日ですね、旅部という番組がありまして、その中でうちの出演者ので旅部のゲストのですね、ポンちゃんという配信者がいるんですが、ちょっとお店にですね、ちょっと迷惑かけてしまってですね、まあお店の方からですね、ちょっとまあ何やったかっていうと、詳細はですね、まあこれはしょうがないんですよ。よくスロットであるんですけど、天井間際のですね、ジャグラーという機種があるんですけど、それで800か972ぐらいまで引っ張られて、結果レギュラーか何かを引いてしまいました。レギュラーというのはバケと呼ばれてまして、バケを連続4回引いた瞬間にポンちゃんが大パンをグーでガーって やっちゃって、それがどうやら生放送に移ってしまったみたいで、まあ台って他のお客さんも使うじゃないですか、ポンちゃんのものじゃないでじゃないですか。それでちょっとお店の方からですね、今後ということをやれてしまいました。本当に葛西将軍店さん、本当お店借りておきながらですね、こういったことになってしまって本当に申し訳ございませんでした。それこだけは本当に切にですね、責任者でもある旅部のですね、今回の僕の方からちょっと謝罪させてください。すいませんでした。これが本当の大喝とか書くな、いやポンちゃんがね、今回ボックボコにやられた。ストレート7万円負け。しかも銀行からお金を下ろしに行って、その金も全部飲まれて、ストレートで7万円負けてしまいまして、本当もう二度とやりたくないって言ってました。しかも店のせいにしてました。それも良くないよね。お店借りてる立場なの俺らなんだから、お店のせいにしちゃダメだよ。お店の悪口言っちゃってさ、いやストレートではなかったか、ごめんなさい、ストレートではちょいちょい勝ってたんだけど、最後飲まれて7万円負けでね、829回転までジャグラー打って、わけのわからん行動してて、850の台を、北斗のね台をしてたんですよ。850回転してる台をもう打つのが怖いでしょとか言って、でじゃあ俺打っていいって言って、何度も聞いたら、もうどうぞどうぞで打ったら50回転ぐらいで緑オーラで、ほんで、ごめんね、ちょっとわからない人。緑オーラで、ほんで、さらに、時演出で、無双転生ってやつ引いたんですよ。継続率 94% の。その瞬間、ポンちゃんの顔が引きつっちゃって、まあ、それはね、まあ、1800枚ぐらいして出んかったけど、ハイエナしたね。いや、ちょっとね、悪いことしちゃったけど、ね、っていう感じ。でもまあ大パンは良くないよね。やっぱり借りてる立場なんだから、お店で台に向かってグーやったところで変わらないじゃん。だからちょっとポンちゃん怖いなと思ったもん、それ瞬間。台に当たっちゃダメ、そこはね。ということでちょっとね、お店の方はしばらくポンちゃんにおいては、使用禁止というか、まあ出入りがですね、まあ店の規定ルールに基づきまして、ポンちゃんさんは今後ですね、お店の方にはでプレイができないということになりましたんで、ちょっとね、すいませんでした、そこは。乙武さんはもともとスロット打てねえよな。乙武さんに、ポンちゃんが乙武さんに対して、あいつはムカつくんでしょって怒ってたけど、ねえ、乙武さんはスロットすら打てねえんだよ。やめてやれよ。なあ、打てねえ、どうやって打つんだよ。チンポ打つわけねえだろ。